キース男爵はかつて存在した、イギリスの男爵位。有史以来3度創設され、すべてサー・ジョージ・キース・エルフィンストンに対しての助爵である。初代キース子爵、ジョージ・キース・エルフィンストン・キース男爵派の紋章第10代、エルフィンストン教チャールズ・エルフィンストンの、いツオ・サー・ジョージ・キース・エルフィンストンは、ナポレオン戦争期を通して活躍したイギリス海軍の提督である。 彼はスピットヘッド及びノアのあの反乱を速やかに鎮定した後の1797年にアイルランド貴族としてストーンヘイブン、マリシャルのキース男爵に除された。この爵位には彼の一人娘マーガレットとその男子にも相続を認める特別継承権が付与されていた。彼はアブキール上陸を指揮した後の1801年に連合王国貴族として キンカーディン州、ストーンヘイブン、マリシャルのキース男爵に助尺された。この爵位は、通例通り、初代男爵の着室直系男子に承継を求める、ものである。さらに、キースは、北海艦隊司令長官に補いされた1803年に、ダンバートン州、バンヒースのキース男爵を与えられている。なお、この爵位は1797年の、 キース男爵くらいと同様の内容の特別継承権が付されたものであり、連合王国貴族爵位である。ついで1814年には連合王国貴族として、キース子爵に上る爵した。この爵位は通常の着室直系男子への相続を認めるものである。キースが1823年に一人娘を残して死去すると、 直系男子への承継を求めるキース死者及び、キース男爵は共に廃絶した。他方、特別継承権付きの二つのキース男子は共に、彼の娘マーガレットへと相続された。二代女男爵マーガレットは、第二代ネアーン教ウィリアム・マレーのヤシャであったため、六代教ウィリアムの死去に伴ってネアーン教の相続人となった。彼女には5人の娘がいたが男子がなかったため、 彼女の死をもって、父より相続した借位はすべて廃絶した。一方、ネアーン教位は、彼女の娘エミリーンが承継した。以降の歴史は、ネアーン教を参照。一族のモットーは、原因ゆえの帰結で、エルフィンストン氏族のそれと同一である。ありがとうございます。